まさか、ここまで負担が大きいとは。そんな。だが悟空は勝っていた。勝っていたんだ。それは間違いないはずだ。 ジレン、そいつを落とせ。このまま負けていいのか。 何をしてるんだ。スーパードラゴンボールが手に入るんだぞ。やるんだ。誇り高き戦士孫悟空、このような形でお前との決着をつけねばならぬのは 不本意だ。だがお前の存在が消えても、お前は俺の記憶の中で永遠に生き続ける。さらばだ。 お前はフリーザー。